次は出来たてほやほやの妄想スピカのスピカにちなんでですね、2人の出会いとかね、そういうのをなんかこうロマンチックに歌にしてみましたって聞いてください。マイリトルスピカ。Thank you.
ありがとうございました。ありがとうございました。ここでは、はい、ご挨拶を、あ、今日はですね、ゆうじさんのイベントにね誘っていただいて、ありがとうございます。大です本当に、もうずいぶん前からお世話になってて、でもいつ見てもかっこいいですね、ゆうじさん。ありがとうございます。今日久しぶりにね、ミュージ君のあのイベントにこうやって私出させていただいて、うん、ね、呼べへんぞ。なんでやねん。呼んで、社交辞令言うやつは呼べへん。嘘つかへんで。いや、私も、この間、ミュージさんの舞台を見させていただいたり、バスでライブに行ったり、ちょこちょこ呼んでいただくと駆けつける。私なんかテレビ見てたね。あ、テレビ見逃した。見逃したか。うん。まあそんな感じで、エッジでね、こうやって二人でやれてね、はい、嬉しいですね。あ、そうです。ひまりちゃんとリアンです。名前言ってへんかったね。あ、そうだ。ひまりとリアンです。で、妄想スピーカーです。はい、今日はあといっぱいやるんで、はい、よかったら聞いてってください。はい、じゃあ、次は